はい。じゃあ、またカウントダウン始めますね。あ、猫間さんは準備大丈夫ですか？大丈夫です。はい。3秒前からいきます。3、2、1。猫どうぞ、丸どうぞ。のグッドナイトスリープ。はい、時刻は0時半を回りました。グッドナイトスリープのお時間です。MC は性欲の権化、猫丸と。はい、FM 宜野湾まだできない男、キャプテン中松がお送りいたします。はい、中野さんよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、この番組は、埼玉の私の自宅より7時まで放送します。皆様最後まで来てください。はい、よろしくお願いします。はい。この番組は、男の子系 VTuber の猫丸が VTuber ですが顔出ししてます。はい。ですね。ね。男の子の秘密についてお話していました。昔。はい。はい。してた番組ですね。歌を歌ったりする番組です。この番組でメッセージを募集しています。猫丸、男の子、ね、猫丸のツイッターアカウントを検索していただき、リプライや DM でぜひ送ってみてください。また、番組は同時に YouTube で生配信しております。猫丸のツイッターアカウントの放送開始のツイートから閲覧してコメントでご参加いただけたら幸いです。また、番組はリスラジというアプリで全国どこでも無料で視聴していただけます。はい。ぜひご活用ください。それでは、ここで一曲お届けいたします。コナミさんの Love to Me という曲です。聴いてください。はい、どうぞ。はい。お送りしています。この番組は、猫丸のグッドやスリーブです。あ、なんか読んじゃいけないとこ読んでしまった。はい。聞いていただいてありがとうございました。なんか、この、中松さんも今日なんか T シャツネタを持ってきてくれたんですが、私も今日、ちょっと T シャツ、なんか、ほんとこんなの着てるんですけど、おう。やらないか。これね、なんかネタ、多分中川さんは分かんないですよね。はい、なん何か。か、クソ味噌テクニックっていう、なんか昔、ニコニコ動画で流行った、なんか、ゲイの人の、なんか、エッチな話みたいなのがあったんですよ。なんはい。アダか、ルト的な。アダルト的な、はい。ニコ生で OK な範囲なんですけど、なんか、まあ、この男の人が、なんか、やらないかって声かけてくるんですよね。あ、はい。 あ、そのキャラクターなんですか。ャラクターです。あ、なるほど。阿部さんって言います。安倍さん。はい。中年男性ですかね。そうですね。中年男性で、なんか、阿部さん見て、なんか、うほ、いい男っていうセリフがめっちゃ流行ったんですけど、うん、初めて知りました。どうですか？もしよかったら、調べてみてください。はい、ね、
アニメとかではないです。ニコニコ動画で配信されたんですね。そうなんですよ。でも、なんか最近なんか OVA が出たらしくて、はい。なんか、買うと、なんか見れるらしいですよ。へえ。U-NEXT とか配信されてるかな されてないかああ、どなうですかね。もう完全にアダルト、あ、ダメそうだな、ユーネクストとか、あったらびっくりしちゃうかもしれないです。確かに。ちょっと規制版で。そうですね。なんかたまにアニメとかであるじゃないですか。なんか18禁版とちょっと普通のノーマル版とか。ああ、はいはいはい。なるほど。18禁版は、あれですよね、ユーネクストとかでも配信してるときあるんですか？あ、そういう、なんか、18禁版のあるんですよ。裏、U-NEXT みたいのが。それなるの、ほど。はい。アダなるルほトど。版 U-NEXT みたいのがあって、それだと、そういう系は配信してますね。キラン、キラン、キラキラン。登録しちン、キラゃおうかな。そうなんですね。じゃあ、中松さんは登録してるということで。ン。はい。あ、そうそうですね、はい。わあ、なるほど。はい、それで。アニメが結構好きなんで、アニメあ、の数そうがなんで一すね。番多いって聞いたんです。ユネクストにしてます。ああ、なるほどですね。はい。私、なんか、結構好きなアニメになんかグロいのが結構あって、はい。なんかグロいところがなんか修正されてるのを、なんか、ちゃんとしたの見たいなって、修正されてないの見たいなって、はいはい。なって、なんかね、知り合いに言ったらね、なんかネットで探してきてくれたんですけど、はい、合いますね、多分ネッ本トじゃ。当はね、でもネットじゃダメっすよね。なんかあれは、買わないと 見ちゃダメなやつ ちそうなみそうそう。に、何のアニメなんですか？ブラッドシーっていうアニメで、多分わかんないかもしれない。なんか、ブラッドプラスっていうのが一番有名らしいんですけど。なんか、女子高生が刀持ってるやつですか？あ、で、そうです、そうです。あ、ですはよい。ね。はい。はい。タイトルは見たことあります。まあ、なんか、それの中のブラッドシーのもあんまり有名じゃないんですよね。なんか一応、主人公の声優さん、水樹奈々さんがやってて、ちょっと豪華ではあるんですけど、なんかね、ちょっとマイナーなんですよね。みんな知らないんですよね。あれ確か、なんか、現地な、沖縄のなんか、え、そうなんですか、あれ。沖縄がなんか最初、なんと、ストーリーなんか沖縄の地名が出てきたような感じするけど、それ違うのかな？本当ですか？わかんない。もしかしたらなんかブラッドシリーズっていうのでなんか、いっぱいあるので、その中の一つ一つでかもやっしてれもないです。らったのか結構も。昔のやつです。はい。自分が見たのは。なるほどですね。まあなんか、エロいのは結構大丈夫なんですけど、好きなのかな？好きなのかどうかは怪しいレベルなんですけど、そうですね。なんか、一番最初にグロいの見たのは、あれかな？もしかして。ヒグラシーの泣く頃にかな？あ、一緒だ。ああ、一緒だ！びっくり。自分もそれでアニメハマったんですよ。この本当ですゴールか？デン以外のこのなんか深夜アニメ、ラノベとはいかはい。そういうから深夜アニメっていうのがあるっていう存在を知ったんですよ、日暮から。ああ、なるほどですね。はい。ああ、じゃあヒグラシーからデビュー。おお、素晴らそうでしい。す。そこからいろいあろれはなんもか、突然来るからなんかびっくりしますよね。ちゃんのなんか、ほのぼのしたシーンと、裏腹に。そうそう。ギャップがギャップ。すごい。なんかそういう狙いらしいですね。なんか作られてるのが。今まで見てたアニメともう覆されてしまいました。なんかヒーローものとかスポコものとかしか見てなかったけど。ああ、なるほどですね。はい。そうい多うジャ分、ンル。はい。この後、あとグロ系だと、マドマギとかがみあ、はんい。な通る道ですかね。マミシ。あ、マミ。マミあ、さんが。マミさん。マミさん好きなんですか？ マミさん好きです。ああ、そうなんですね。はい。そっか、マドマギもなんか同じように、なんか普段がほのぼのしてて はいはい。なんかね、マドマギに対して、なんか苦情のメールみたいなのが来て、なんか、突然のなんかグロ描写があって、なんか、
最初のタイトルの絵からは想像もできないので、なんでこんなものを放送してるのか、なんか気が知れないですみたいな、なんか子供が見たら、すごい悪影響をやめてほしいですみたいな。なるほど。で、なんだっけ、あれ、窓拭きって深夜帯なんでしたっけ？あと、リアルではちょっと見てなかったんで分かんないですけど、深夜ですかね。なんかね、その深夜帯のアニメに対して、なんか、アニメは深夜なんだけど、なんか子供が録画してみたら、すごい悪影響があるのでやめてほしいですっていうのがあって、それを言われてしまったら何も言えない。録画の話をされたら深夜アニメという概念がなくなってしまうっていう。なんかね、モンスターペアレント的な感じなのかな。それ以上に面白いっていう人の方が圧倒的多数と思うんですけどね。多分そうですよね。そう。でもなんかそういう人も中にはいるなんてちょっとびっくりしました。それは何でもありそうですね。なんか、あれ、日暮らしなんか最後、結局なんか私、推理したらなんか答えがわかるもんなのかなって途中まで思ってたんですけど、なんか最終的になんかタイムリープとか、南沢翔子君とか出てきて、おって あ、なるほどって なりましたね。確かに。全部見たんですか？もうシリー一ズは。応全部見たんですけど、結構前なので、もう記憶が結構、かすれてるところがありますね。あれ、オープニングの曲もなんか独特な曲で怖いですよね、ああ、はい。ママ、ちょっと見まーすってやつでしたっけ？ はい。ありましたね。でもいい曲ですよね。いい曲です。でもなんか、確かにちょっとオープニングは、グロ描写あるっていうのをちょっと、なんか 連想させてるかもしれない、あれは。あれは窓マギと違ってちょっと連想しますね。そうですね。窓マギのオープニングはもう全く連想しないですね。確かに。もう魔法少女だから。僕と契約して魔法少女になってよ。キューベですね、キューベ。キューベ。めっちゃ なん冷か、たいですよね。冷たいですよね。結構、そう、ドライ。ドドライラですイ、よそうね。そう。あれがなんか、なんか、悪側なんだ、敵側なんだ、みたいな。敵とも言えないけど、でもなんか、曲がってますよね、だいぶね。なんかね、私ね、前見せたかなんか、シナモンの顔が書いてある服があって、なんか、それがキューベに見えるって言われて。ちょっと待ってくださいね。これ。確かに白で、キューベっぽい。やっぱり見えます？見えます。これ、そう、来て配信してたらみんなになんかキューベ、キューベって言われて。でも一応水色。水色なんですけどね。何かのキャラクターなんですか？本当は。サンリオのキャラクターです。えシナモロールっていう。えー。はい。なんか、まあでもめっちゃ似てますね。キューベと似てますね。これで尻尾つけて、耳とかつければ。確かに。そっか。中松さんは T シャツは今日はストリートファイター2ですが、ストリートファイター2多分今でもなんか大会とかあるっぽい感じ。マジっすか。なんか結構コアなファンがいるみたいなので、多分ゲーセンでも多分置いてあるとこはちょこちょこ。自分も現役の頃、20年ぐらい前ですかね、バリバリゲームセンターでやってましたね。誰使ってましたか？と、竜。ああ、オーソドックスもうな。そろくか、ダルシムとか。なんか、ダルシム強キャラって言いますよね。なんか、空中からなんかのドリルキックみたいなやつが、あれは高速中段だってめっちゃ強い。でも何もしてもらえないときはもう何もできないです。あ、そうなんです か。もう攻め何らもでれ、きない。距離を詰められたら何もできなくなってしでもなんか、距離
られても、なんか、ヨガテレポートで逃げれそうな気がしてるんですけど、そんなはい。ああ、こともないですか？そこまで自分はそのテクニックがなかったんで。ああ、なるほどですね。はい。私もなんか、小学生の時やってたんですけど、はい。開始位置から相手に大パンチ入るから、ダルシム使ってました。これしゃがんでかですよね。そうそ両手うそうそう。でパンチですか。よくね、バーン 確かに えっと思いました、相手は。何？最初知らない人は。そうですね。なんか、一発分得できるじゃんって思って やってましたね。なんか、大人になってからの格ゲーやるようになって、こはい。の、疎通の話もたまに聞くんですけど、はい。めっちゃ細かい話なんですけど、なんか、竜のファイヤー波動拳ってあるじゃないですか。あ、はい。あれなんか普通の波動拳より1フレームだけ遅いらしいです。そうなん、じゃあ、普通の波動拳と同時に打ったら打ち負けるんですね。そうですね。1、ほんま1秒遅く出る。まあ、負けないんですけど、あ、でもそう、一番近距離で打ったら、そうですね。普通の波動拳の方が勝ちますね。あ、どんどん押されていくんですね、落ち合ってたら。そうですね。なるほど。そうそうそう。なんかコマンド難しいからなんか強くなってて上位互換なのかなとかちょっと思ってたんですけど。竜 もなでんも、か、竜使ってるって人は結構聞くんですね。剣使ってる人ってあんまり聞かないかもしれないですね。確かに。なんか、あの頃はあんまり性能の差がすなごいかっ、細かかったんですよね。なんか、なんだっけな、確かね、剣は竜より波動拳の出がかりが遅くて、あ、出がかりが速くて戻るのが遅いだったかな。逆だったかも。なんかその二人の一応波動拳の性能の違いが、ちょろっとあって。どこでそういうの調べるんですか？ すごいですね。いやーなんかもう、その、梅原さんとか、そのプロゲーマーの人たちのなんか配信とか見に行ったりしてたんで、なんああ、か、なるほど。そういうので、細かい情報ちょこちょこ。そうなんですよ。なんか、細かい、細かすぎますよね。いや、なんで、ダルシム使って最初大パンチ入るからみたいな人が何言ってんだみたいな話なんですけど。でも、上手い人、あれになんか、昇竜拳合わせたりするんですよね。あ、最初の大パンチっそうてそうか、そうあ、そう。そう足とそうかそに、う、そう、言ってま足す、蹴言ってまりす。とかに。弱小竜拳をなんか置いとくっていう。はいはい、そうそうそう。あんまり台は使えない隙が多すぎて。そうなんですよね。台はね、ちょっと、白飯食らっちゃうので。そうなんですよ。なんか、知らない人からしたら、なんであんな遠くで昇竜拳打ってんだろうな、みたいな感じになりますよね。なんかね、格ゲー用語みたいなんで、結構、昇竜って、どの格ゲーでも、なんか使うんですよ。なんか、昇竜持ってる持ってないみたいな。なんか、出がかりが無敵の技を、なんか昇竜ってみんな言うんですよね。あ、それも昇竜拳から発祥なんですかね。そう、そうです、そうです。はい。なんか、一応、昇竜拳って、なんか、リバーサルって言うんですけど、起き上がりに昇竜拳出したら、技重ねられてても、勝つよ、昇竜拳側が。それなんとなくを、わかります。持ってるか持ってないかで、昇竜拳持ってるキャラには、なんか起き上がりに、あんまり、攻めるか攻めないかっていう駆け引きが生まれるんですけど、持ってないキャラに対しては、もう絶対技重ねて、なんかそのまま攻め切るみたいな。ていう、なんか格ゲー豆知識。業界用語なんですね。業界用語ですね。もしストリートファイター始めたら、いろいろ、なんか、勉強してみてください。今どうなって、今何でしたっけ、シリーズ 6 6までです。いってるんですよね。はい。すごい。なんか、今月、どっかで、号機が追加されるって言ってましたね。なんか、今までいなかったんですね。チックスではまだいなくて、でもなんか、追加されることは決まってたんですよ。なんか、ダウンロードコンテンツみたいな感じで、いつ追加されるんだろうな、みたいな、みんな
ドキドキワクワク してて、なんか今月やっとみたいな感じですね。格ゲーなコントローラー欲しいですね。アーケードああ、用なるの。ほど。コントローあ、ラー、そうコン。そう。あ、レバーがついてないタイプなんですね。そうなんですよ。なんかこの赤いところが、なんかレバーの代わりになってて。なんか左からなんか、左、下、右、で、一番でっかいやつが上ってなってます。自分は握るタイプと思ってたけど、今違うんですね。なんか、もうこれが出たことによって二手に完全に分かれましたね。もうレバーの方がいいって人と、こっちの方がいいって人と、なんか、2台。まあ、普通はでもレバーなんですけど、絶対。すごい。なんあ、か、あれで格ゲーやってるんですね。やってます。はい。ちょっと変なものを持ってます。さすがです。ありがとうございます。でもこれね、今ね、3万5千円ぐらいします、多分今買うと。コントローラーだけですか？はい。結構しますね。しますね。で、なんか、ドルなので買うときが、なんかどんどん円安になっていくと、どんどん値段が上がってるんですよね。最初なんか、2万5千円とか7千円ぐらいだったのかな。なんか、私が買ったときになんか3万2千円ぐらいで、多分今3万5千円。そのうち4万いくのかなみたいなあれ感なんかじですね。Bluetooth とかでつなげますか？いや、なんか普通に USB。 USB であ、ケ USB でーブル。つなげるんですね。さすがになんか Bluetooth だと多分、なんか遅延が ありそうなので。これをなんか大会とかに持ってくのがなんか大変そう。自分の持ってくるんですね、皆さん。多分コそうンでトすローね。ラを。なんか会場があるところは、もう最近なんかオンラインの大会も多そうなので、多分、なんかそれなら楽そうですよね。そろすそろごい。時間ですかね。そうで、3分前なんで、3分前。ファイル流して目入りましょうか。では、わかりました。いちちゃんさん、礼終わり。ピーちゃんいらっしゃい。ごめんね。もう終わっちゃう。言っとけばよかったか。ごめんごめん。いちちゃんさん、いいよ、配信待ってるよね、こまるちゃん、バイバイ。またねー。
分半前ぐらいですね。あ、了1解分で半ぐらい前です。はい。す。はい。もう喋って大丈夫ですか？あ、どうぞ。はい。はい。お疲れ様でした。今日もあっという間の30分でしたとね。いう間ですね。今日はゲームとアニメの話しかしてないので。なんか今日めっちゃもっと時間欲しかった。ですね。いろいろ、業界の結構マニアックな話も聞けたんで、勉強になりました。かなりニッチな話をしました。今日は番組参加してくれた皆様ありがとうございました。お相手は、みんなの肉弁器ね困ると。はい、FM 技能はまだできない男、キャプテン中松がお送りいたしました。はい、中野さんは今日ちょっとまたできるようになりました。はい、ありがとうございます。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。つまるー。おつまるー。お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、これ聞こえないや。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はエンディング大丈夫でしたね。大丈夫であ、そういえばすかね。来ました先たね。週猫丸さんが言ってた、なんかパソコンでできるにスイッチとか PS5 ができるやつって何でしたっけ、名前。あ、スチームっていうやちょっとつメです。モの忘れてた。スチー ム。スチーム。これエミュレーターですか？エミュレーターとはとは別。ちょっと違うかもしれないですね。スチーム。まあ、チーム、ですね、すずりが、ちょっと待ってくださいね。チームは STEAM ですね。これなんか、購入するんですか？そのアプリかなんかソフト。あ、ソフト自体は無料です。スチーム自体は無料で、はい。パソコンに、インストールするんですよ。はい。はい。で、そのスチームの中で、ソフトがいろいろ売ってて、あ、それを中購入かする。ら、買うみたいな、買ってそダれウンはロードするんです。もうスイッチでも PS5 でも何でも、ハード問わず。ハード、なんか、スチームっていうハードみたいな感じですね。あ、スチーム版、スなんチームかス版トみリーたいトな、ファイそうターそがあったりとか。う。そうです、そあ、うなるほどです。了解です。はい。全然 分かって、こういうのがあって知らなかったんで。難しいですよね。なんか、パソコンでゲームするっていうのが多分、なんかちょっとまどろっこしいのかもしれないですね。ゲーミング PC とかも持ってる人が使うんですよね、やっぱり。そうですね。そうですね。でも、まあ、ゲーミング PC までいかなくても多分、全然できると思います。グラフィックボードが良ければ、いいやつがあれば。そうですね。でも、そんなに良くなくても大丈夫かもしれないです。ありがとうございまストリーす。トファイターぐらいなら。ありがとうございます。はい。じゃあまた来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。今日はお疲れ様でした。失礼しはい、失礼ます。します。